私は日本共産党を代表して女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案について質問します。政府と経団連などが主催し9月に行われた女性が輝く社会に向けた国際シンポジウムのハイレベルラウンドテーブルで総理は各国の女性たちを前に21世紀こそ女性に対する人権の侵害のない世界にと強い決意を表明されました。しかし足元を見ればジェンダーギャップ指数142カ国中104位が示す通り先進国として恥ずべき状況です。働く女性の2人に1人が非正規雇用であり賃金は男性の半分に過ぎません。働く女性の4割以上が年収200万円以下です。それは将来の無年金低年金につながります。女性の貧困は無視できません。この事実そのものが人権を脅かす問題ではないですか。経団連は女性の活躍は女性のための施策ではない、企業の競争力を左右する経営戦略、日本経済の持続的な発展を可能とするための成長戦略そのものであると提言しています。総理は成長戦略スピーチで女性の活躍はしばしば社会政策の文脈で語られがちです、しかし私は違いますと宣言し、女性の活躍を成長戦略の中核に据えると表明されました。その趣旨はあくまで企業の競争力を高めるための女性の活躍ではなく活用ということではありませんか。法案は基本原則で家族を構成する男女が職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨とすることを掲げています。子育て世代である30代の男性は5人に1人が週60時間以上の長時間労働です。もっぱら女性が家事・育児負担を担い保育所不足も追い打ちをかけ妊娠・出産を機に6割が退職せざるを得ない状況です。世界一の長時間労働である日本男性と世界一睡眠時間が短いのが日本の働く女性なのです。仕事と家庭の両立、職場での女性の活躍を阻んでいるのはこの長時間労働だという認識はありますか。残業時間の上限規制を法定化するなど長時間労働を抜本的に変える実効性ある労働時間規制に踏み出すべきです。政府は労働法制改悪をあたかも女性や子育て世代に資するかのように言い繕っています。しかし労働者派遣法の改悪、残業代ゼロ制度、限定正社員制度がハードワークと非正規の二極化をもたらすことは明白です。輝きたい女性は際限のない長時間労働を甘受しろということですか。家庭責任を負う女性は両立どころか今以上に正規雇用から締め出され不安定低賃金に固定化することになるのではありませんか。女性の活躍を謳う本法案はここにこそ焦点が当てられなければなりません。法案は女性の登用促進のために雇用主に対し実態把握と数値目標を含む行動計画策定を求めています。その項目は今後国が定める指針によるとされています。これは限られた女性の登用だけでなく正規・非正規を問わず働く女性全体の労働条件、職場環境の改善を目指すものでなければなりません。とりわけ男女賃金格差、工種別雇用管理や雇用形態等の違いによる間接差別をなくすことを位置づけるべきではありませんか。また非正規労働者の比率、産休・育休等両立支援制度の取得状況等も含めて実態を明らかにし改善のための数値目標、行動計画策定と公表を義務づけるべきです。なぜ公表する情報は事業主任せなのですか。また国は民間企業と横並びを決め込むのではなく、先んじて
女性登用と格差是正に努めるべきではありませんか。明確にお答えください。女性登用に本気であるなら、男女雇用機会均等法を抜本改正し、非正規から正規雇用への流れを作るとともに、均等待遇を実現して、男女ともに人間らしい働き方を保障する法整備を目指すべきです。最後に、法律で夫婦同姓を義務付けている国は、先進国で日本だけです。1996年、法制審議会は、選択的夫婦別姓制度導入を含む民法改正の法案要項を答申しましたが、いまだ法改正は実現していません。答申後、法制化が実現していないのは、この民法改正だけであり、国連女性差別撤廃委員会からも、再三厳しい勧告がなされています。人権侵害のない世界を目指すのであれば、まず女性に対する差別的規定の残る民法を改正すべきです。答弁を求めます。女性たちは強い日本を取り戻すという安倍政権の野望のために都合よく利用されることを望むはずがありません。日本共産党は女性への差別を解消し、男女が共に人間らしく働き、暮らす、ルールある社会実現のために力を尽くす決意を表明して質問といたします。それでは答弁を求めます。国務大臣有村治子さん。高橋千鶴子議員のご質問にお答えをいたします。女性の貧困についてお尋ねをいただきました。生活や就業などの面でさまざまな困難を抱える女性が安定した生活をできるようにすることは女性の活躍の基礎となるものです。すべての女性が輝く政策パッケージに基づき、母子家庭に対する生活・就業に関する包括的な支援や、来年4月に施行する生活困窮者自立支援法に基づく支援などを着実に進めます。女性活躍の趣旨についてお尋ねをいただきました。安倍内閣が目指しているのは、すべての女性がそれぞれの希望に応じ、職場においても家庭や地域においても個性と能力を十分に発揮していただく、して輝くことで活力ある社会を実現することです。子育てと仕事の両立を望む方もいれば、家庭で子育てに専念したい方もいます。さまざまな状況にある女性が希望に応じた活躍ができるよう取り組みを進めてまいります。女性の長時間労働に関するお尋ねがありました。女性が輝く社会を実現するためには、男女が共に仕事と家事、育児、介護等を両立でき、働きたい女性がやむを得ず離職することをなく、その希望に応じて能力を発揮できる環境を整備することが必要です。そのためには、長時間労働を是正することが極めて重要です。すべての女性が輝く政策パッケージに基づき、ワークライフバランス実現のための法的措置の検討、企業の職場風土や意識改革の促進、テレワークの導入促進などを関係省庁とも連携して推進いたします。事業主行動計画策定指針に位置づける事柄や行動計画等の義務付けに関するお尋ねをいただきました。本法案における指針の内容は、厚生労働省の労働政策審議会の審議を経て決定することを予定しており、その指針に即して各事業主が行動計画を策定することになります。行動計画の策定にあたっては、事業主が抱える課題は業種により、また事業主によって多種多様であることから、各事業者が状況把握、課題分析の結果を踏まえ、課題の解決を図るためにふさわしい項目を選択し、目標を設定することにしています。その中で、非正規雇用に関する課題への対応等につきましても、必要に応じて行動計画において目標や取り組みが盛り込まれるものと考えております。事業主が公表する項目と国の取り組み姿勢に関するお尋ねがありました。事業主の情報に関しては、公表範囲そのものが企業の姿勢を表すものとして、
求職者が就職先を選ぶ際の判断材料になると考えます。またご指摘のとおり、国は率先して女性が活躍できる職場づくりに努めるべきであると考えております。今月17日に取りまとめた国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取り組み指針に基づき、各府省は目標数値を盛り込んだ取り組み計画を本年度末をめどに策定公表し、取り組み状況について毎年度公表いたします。次に厚生労働大臣塩崎康久君。高橋千鶴子議員にお答えを申し上げます。まず長時間労働に関する認識や労働時間規制についてのお尋ねがございました。我が国における長時間労働は仕事と生活の調和や女性の活躍の障壁となっていると考えております。このため企業に対する監督指導の強化など働きすぎ防止に取り組んでいるところでございます。さらに現在労使の代表が参画する労働政策審議会において時間外労働の限度の在り方も含めた長時間労働抑制策や年次有給休暇の取得促進策、子育てや介護等の事情を抱える働き手のニーズに対応したフレックスタイム制の見直し等について検討を進めており、結論を得た上で次期通常国会をめどに法的措置を講じてまいります。男女を通じた人間らしい働き方に向けた法整備についてのお尋ねがございました。女性が出産・子育てを通じて安心して働き続け活躍できる社会の実現に向けては、性差別や妊娠出産等を理由とする不利益取扱いを禁止する男女雇用機会均等法や均等・均衡待遇の確保を目指すパートタイム労働法を土台とした上で、新法によって企業に対して女性の活躍推進に向けた定量的な目標取り組みを盛り込んだ行動計画の策定等を求めていくことで、女性がその能力を十分に発揮できる環境を整備していくことが重要と考えています。同時に、企業が行動計画を策定する際に踏まえることとなる指針において、長時間労働是正など働き方改革に向けた効果的取り組みや非正規雇用から正規雇用への転換に関する効果的取り組みを盛り込むこととしたいと考えております。こうした取り組みにより、男女を通じた人間らしい働き方ができる社会の構築を目指してまいります。